さてと、道を塞ぐ水晶を壊す道具か。どうしようかな。爆弾じゃちょっと威力が足りないかも。道を塞ぐほど大きな水晶だし。では威力を上げてみてはどうですか。洞窟の中じゃ危険だよ。下手したら生き埋めになっちゃうかもしれないし。何かこう瞬間的にドカンと衝撃を与えられるような道具が作れるといいんだけどな。そっか、衝撃を一箇所に集中できれば周りを崩さずに壊せるかも。うん、なんとなく答えは見えてきたような。もう少し何かヒントがあれば。頑張ってくださいね、ソフィー。あ、そうか、新しいレシピ出来上がり。こんなところでどうしたんですか。町の中とはいえ夜中に一人で出歩くのは感心しませんね。あなたも昔はやったんでしょう。どうでしょうね、覚えていませんので。そうでしたね。それにしても変わった人ですね。過去の自分の姿にあれほど恥じらいを感じながらこうして二人きりで会いに来るなんて。はい、あなたと出会った直後であればこんなことは不可能だったでしょう。ですがもう慣れました。平気です。そうですか、それを聞いて安心しました。将来私も我慢する羽目になるかと思ったので。まあこのことを覚えてはいないのですがね。それは少し残念です。あのソフィーはすごい人ですね。あんなに錬金術の腕も発想力もすごい人は未だかつて見たことがありません。それは当然でしょう、師匠がいいのですから。けど普段のソフィーからはそんな凄さは微塵も感じられません。恐ろしくズボラで部屋の片付け一つできない困った人にしか見えませんから。なのに誰かのために何かを成し遂げようとするときには別人のように真剣になります。誰かのために錬金術を使うこと、役立ててもらえること、彼女はそのことを心から嬉しく思っています。そしてそのためなら迷いなく行動します。そうですね、私は本当にあなたのようになれるのですか。教え子をあそこまで人のために錬金術を使うことに喜びを感じられる人に育てることが。それは誤解ですよ。私が教えたのはあくまでも技術だけです。誰かのために錬金術を使いたい、その力で喜んでもらいたい、その思いは彼女の生まれ持った才能です。それを錬金術師であった彼女の祖母が大切に育んでいった結果なのでしょうね。ソフィーの祖母ってラミゼルが？
私は錬金術師の師としてソフィーに様々な知識や技術を教えました。ですが彼女の根源にはラミセルの姿がある。今も昔も、そして間違いなくこれから先も。近くで見ていたあなたもそれを感じたのではありませんか？その通りです。私にはそれがないからでしょうか。誰かのためにという強い思いがありますよ。あなたの中にもあなた自身が忘れている強い思いが今もしっかりとあなたの中にあるはずです。考えてみれば、かつて私もあなたのように悩んでいた時期がありました。ですがどうしてその思いを吹っ切ることができたのか、それが思い出せません。もしかしたらこの世界でこれから経験することがそのきっかけになるのかもしれませんね。この世界でですか。ソフィーやラミゼルとの出会いが私の悩みを解決してくれるのだとしたら、それはすこぶる素敵な話ですね。この流れでそれを言いますか。本当に気に入ってるんですね。使わなくなったことが信じられません。とってもかっこいい大人の言葉だというのに。なんであれ、これから先あなたに訪れるであろう天気がどんなものか私には分かりません。ですがどうか頑張って乗り越えてください。自分で自分にお願い事ですか。ほんと不思議ですよね。本当に。ああ、それともう一つ、大人な言葉だと思って使っている言葉が間違いだということに気づく日が一日でも早く来ることをすこぶる願っていますよ。笑わせないでくださいよ、もう。さっきのお返しです。
黒板はどれにしよう。材料はっと。うんうん、なるほど。うんうん、なるほど。まずはあれから。いや、それとも。やってみよう。ここにしよう。悪くないかも。
こりそうな予感。いいこと起こりそうな予感。なるほどね。これはここ。力を貸そう。ありですね。グルコーングルコーン。これでいいかな。パパッと仕上げちゃおう。これで完成。どれにしようかな。隠し味はっと、材料はっと、どの触媒にしましょう。どの材料にしましょう。さて、どこから取り掛かりますか？取り掛かりますか？さあ、調合開始です。これで。素晴らしい。素晴らしい。
仕上げましょう。調合終了。どれを作りましょう。